カイロレンがこちらに加わったと。これは悪くはない展開だが、構想中が止まらないということはなかなか、いやそんなことはないけれども、私は何もしないまま第一フェーズが終わったよ。これ後ろの赤い点はあれか、敵なのか。敵じゃん。いや ST の可能性もあるかなと思って。あ、ヒーローも出してるな。このガス味方のじゃないんかい。このガス味方のじゃないんかい。ヒーローの進軍バレてるから、俺らは若干道を外した方が良さそうな気はする。ヒーローが2枚こっちに詰めてきてるのはバレてるので、バレてるけども置かなきゃいけないのは間違いないから。あぶね、なんかいた。出てきなさい、いた。出てきなさい、おるんか。まずいっすね。東ターボレーザー守った方がいいねこれ。西行って無駄に人数減らすよりかは東ターボレーザーを固めた方が良さそうな気がする。果たして私は間に合うのか、間に合うのか。うはは、笑っとる。ただこれ赤い点オービタルストライクでしょ、あれ。爆弾が浮いてある。いやそんな、何あれ、何のとこ点滅、あれ俺の。ナイス、全然俺援護できてなかったけど間に合ってる。全然援護できとらんやん。エアリアル飛んでるね。最近タコダナ勝ててないからな、勝ちてえよな。とりあえず一つ言えてることは、全然流れには乗れていないということだよね、私はね。レイ倒してるやん。どういう流れで守ってらっしゃる？うわっ、あ。関係、君たち関係ないところで戦っている。レジスタンスとその仲間は城に隠れている。正面から攻撃するぞ。まあ、城攻めだよね。まあ、このまずの城を攻め落とす動きが面白いと言っても過言ではない。ここどこ？さっきの人たちはだいぶ裏取りしてたから。リリース位置押し上げられてるってことか。もうちょっと待ってから出てもよかったね。まあ外で待機しててもオービタルストライクもきついし、 ST がまだ生きてるなんてこともなさそうだから。いや生きてるわ、 ST 生きてんの強えな。ていうかもう中取ってるし、難しいな。最高指導者スモーク取るか、どっかに隠れてないか。終わりました、城を確保、占領した。オーダーを称えよ。ほぼ何もしてないまま試合が終わりました。うん、敵裏取り率高かったな。ただ裏取りって当然のこと表が機能してないと刺さらないんで、裏取りだけ機能してても、なんていうのかな、メインのムーブは表がやんなきゃいけないから、そこがなんかうまいこと噛み合ってなかったな。まあ、人数も減っちゃってたってのもあるだろうけど。
守り有利だからな、まだ諦めるような段階じゃなかったんだけどね。はい、というわけでね、ガッチャンコ良いんですかね。西ステーションを確保。どうなってますか。わからん、状況が全くわからん。いけそうなのか、いけそうなのか。いや、いけなそうだな。ターゲットをロック。止まった。ただ俺自分が置いた爆弾が邪魔でいけない。隣接戦闘に第2位クローンと共闘している。抑えてんのか。宮殿のドアを全て開放。自由射撃モード。味方が今どういうタイプの味方なのか判別がつかない状況で宮殿を厳しいね。ドアコントロールシステムオーバーライドせよ。一旦飛んでるやつなんか増援が到着する前に玉座の場を制圧せよ。え、私の戦略に励まない。痛い痛い痛い。失敗は認めない。グレネードを使う。うわぁ。俺そこら辺で待機してるやつと戦いたかったのに。誰もいない。もうなんか、中央まで行ってる。味方のとこ行った。玉座の間にて警戒中。うちの分隊の人行ってない？マジで状況がつかめん。セントリーモードにセット。敵の位置わかんねえ。攻撃移りました。行った方がいいよ。そこにいるんかーい。そこにいるんかーい。なるべく早くライン上げてあげたいね。めっちゃ突っ込んでくるよあれ。結構若いジェダイいっぱいいるな。どうした？グリーバス将軍が増援に到着した。やられてるね。徐々にラインを上げていきたいところ。どういた。もうちょいラインが上がりきりたいところではある。いいよ。セントリーガン起動。まず一つからの、これで終わりか。からの少しずつライン上がっている。なんか今電撃みたいなやつ見えたけど、おるか悪魔の兵器 BB8。 中学科か。中学科の。味方だ。味方が来たぞ。セット完了。なんか中爆走ってった。何人中爆か。こっから来る。そこになんかいる。ハイロレンやられてる。全ユニット喜べ。南空伯爵が到着した。マジで。ユニット回せ。玉座の間の制圧は。痛い痛い痛い。回復。
出てきたぞ。追い返している。後ろにいないなんか。意外と接戦だ。よし、なんかいる。急ごう。やばい、あと1名になってる。やばいことになっている。時間稼ごう。めちゃめちゃいる。めちゃめちゃ敵がいる。どっかで展開する隙間ないかな。あるな。痛い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 。いいよ。なんか今痛い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 。ヘビーの方がいいのかな。何もしてないまま終わった。宮殿は分離主義者が支配した。まあ、こういう何もない日常というのはね、大切だったと気づくときがいいと思いますけれども、皆さんもいかがお過ごしでしょうか。まあ、最近ね、朝晩寒暖の差が激しいということでね、寒暖差アレルギーが出たり体調を崩してしまうなんていう人もいるかと思いますが、しっかりとね、気をつけていただいて、そして何もない日常が一番素晴らしいということでね。本日は、この辺にしときますか。じゃ、そろそろ溜まってきたからガッチャンコ動画を処理するか。ご視聴ありがとうございました。まったみってねー。